2022年のドラフト1位の成績、こちらすでに貼られた成績、将来を期待できそうな選手が何名かいます。尖ったやついなくてすれ伸びなさそう。チナセリーグ新人王は阪神はの村上ほぼ確定。パワ庄司、背は森下かな。またソフトバンクがドラフトで遊んでる。森下はドラフト1位でもう 1.5 やから、まあセリーグナンバー1やパリーグは庄司が1位やな。矢沢が思ったより成績残せなかったな。他はまあまあスタンダード。年齢考えたら吉村が一番の外れやな。高卒と比べたら7歳差でこれとか恐ろしいわ。ソタには指標いいから来年は楽しみやね。矢沢2軍でも通用してなくて、くささっさとどっちかに絞れ。最低よくんはそこそこ頑張っておる。イヒネは2軍ですら出てないのか。そんなんで本当に育つんか。浅野は出てきそうだな。ソタに思ったより防御率いいな。村上おらんかったら気広いだった。不作の年って言われてたけど勝ちやな。イヒネはソフバンの1位間出てる。ロッテって佐々木取ってからそれ以後全別レベルやろ。ドラフト投稿打定のパリーグで昼間はそこそこやった感じ。なんで何時復活してんの。ご視聴ありがとうございました。